女子アナ NG マル秘名珍場面集。戸部アナが上海で本場の上海料理を味わうことに。そんな美味しい料理の食材とご対面。ドバすごい顔。佐藤アナの赤ちゃん言葉三連発、まず一つ目。以上目覚ましいニュースオンでした。二つ目。以上ニュースをお伝えしました。続いて三つ目どうぞ。はい、こんにちは、こちらに。ねえ、結構もうしっかりしてくだちゃい。まずは中野アナ。何だろう。特ダネの衝撃映像を紹介するデーブインパクトのコーナーから、この日は丸太の上を歩く少年の映像を紹介。少年が足を滑らせて股間を痛打してしまうという内容。ねえ、この痛みは男性にしか分かんないんですよね。でも中野アナの感想は、手すりでスケベをしたり。中野が痛そうってと分かるんですか、あの痛み。子供の時一回それはあれですけど痛かったです。あれですけど。女子アナ4人がリレー方式で絵本を描いていく企画。絵の大好きな高島アナの描いた絵はこんな感じ。ベルヘンチックで色使いもキャラクターもなんとも可愛らしいですね。そして本田アナの描いた絵はこちら。ちなみに右のこの人サンタクロースだそうです。さらにこの絵、ウサギの周りにいる動物たちは一体何を描いたものなのか本人に聞いてみよう。この鳥の正体は、まずこちらワシ。ワシ。ワシ。ワシですよ。あ、そう。じゃあこの生き物の正体は、こちらがリスク。こんなリス怖すぎる。目覚ましテレビから、この日はラッキョウの料理を紹介。スタジオのみんなで試食。高島さん、ラッキョウの美味しさきちんと伝えてください。ラッキョウもね、玉ねぎとニンニクの中も疲労感ポロポロ。続いても中野アナ。続いてはいよいよ始まる月9ドラマからこの方の登場です。ん、ちょっと怪しかったけど大丈夫。この日ドラマがスタートするということでゲストで登場した木村拓哉さん。中野さん、今度はちゃんと紹介してくださいよ。お願いします。お願いします。さあ、いよいよ今夜9時から放送の木村拓哉さん主演の月9ドラマ本人にトライブしてんな。もう一度言い出してください。はい、今夜9時から木村拓哉さん主演の月9ドラマ。ちょっと木村さんを困らせちゃダメでしょう。もういよいよ万博会場に。続いてスーパーニュースの長野アナ。普段は報道センターで真面目にニュースを読んでいる長野アナが、この日は上海万博で航空機のフライトシミュレーターを体験。飛びました、飛びました。飛んだんですけど、これどうすればいいでしょう。気持ち悪い。長野さん大丈夫？同じくプロ野球ニュースから遠藤アナ。遠藤さんはきっちり締めてくださいよ。はい、どうぞ。関根さん、やはりね、ファンが多いと選手もやる気出ますからね。そうですね、はい、ゴールデンウィークね、大家さん、やはり皆さん足運んでもらいたいですね。はい、どんどん来てください。足にハンカチ。こっちはアウト。イントネーションがおかしくなってしまった松村アナのこんな NG。さあ、続いては私がメジャーリーグ情報をお伝えするニオス MLB。 今年はエンゼルス、ちょっとなまっちゃったけど、締めのコメントビシッと頼みますよ。選出されるのか、イチロー選手が10年連続の選出となるのか楽しみです。以上、ニオス MLB でした。
あ、最後は噛んじゃった。ここで女子アナモノマネ2連発。松村アナでプロレスラー武藤敬司のモノマネ。斉藤アナカラスのモノマネ。平成教育学院から宮瀬アナ、松尾アナが生徒として問題に挑戦。次の意味を持つ3文字熟語を答えなさい。その人またはその人たちだけが思うままに振る舞うことのできる場所や場面。松尾くんの答え。独壇場。正解者に拍手。この問題に宮瀬アナの答えは、宮瀬くんの答え。運動場。自由に振る舞いますね。まあ楽しそうにね。松村アナと同期、山中アナのこんな NG。 はい、今回は受付にしたくなる隠れ家のお店を。石本アナはインターネットの検索ランキングを紹介。はい、10位にランクインした拓也さんを紹介するのですが、ご紹介したいんですけれども、スタヤさん、こちらの、あ、違う、タクヤさん。こちらは、わかります。高島アナがアシスタントを務める平成教育学院に、本物の生ハゲが登場。しかし生ハゲが怖い磯野キリさんが怖がって窃盗裏に逃げ込んでしまったため、高島アナが迎えに行くことに。はい、じゃあ席に着きましょう。あのね、やっぱ神の使いですから。本田アナの神々 NG。 はい、スイム会場2の石川亮選手。会場2？ ゴルフ企画で全くゴルフ経験のない山中アナがいきなりのコースデビュー。その結果2打目も空振り。その後も空振りし続け、ため息つきながらの情けないパットに。それから3ヶ月後、猛特訓を重ねたという山中アナがリベンジ、再びコースに。1打目、ど真ん中のナイスショット。2打目はなんとグリーン。3打目のロングパットは、さあどうだ、まっすぐ行っている、いやー、まさかのバーディー。いや、大したもんだ。生放送のプロ野球ニュースを担当する宮瀬アナ、放送終了10秒前、しっかり締めてくださいね。どうぞ。試合が終わってお父さんとしての今日はお休みを過ごしていると思います。それでは。まぎりのセーフ。全国の小学生たちが大縄跳びで得点を競い合うロープジャンプエクストラ。チームワークとスタミナ勝負のこの戦いに目覚ましテレビの女子アナたちも参戦。練習の甲斐あって順調に飛んでいる女子アナたち。しかしスタミナが切れて飛べ穴が大変なことに。椿原アナが美味しいものを紹介。この日は冷たい麺料理をリポート。特麺いただきます。さらに松村アナ、この日放送が始まった新番組富士山の記念すべき最初のセリフは松村アナから。松村さん、ビシッと頼みますよ。なかなかお客さん来てくれないですね。さらに本格的にモノマネをしたのがこの人、高橋アナがスーザン・ボイルになりきりました。
この出来栄えに審査員であるお父様の高橋秀樹さんは、お父様本当に高橋アナのことが大好きなんですね。そして本格的にモーニング娘。のモノマネをした6人の女子アナたち。この時結婚式を間近に控えていた先輩中野アナのためにウェディングソングを披露しました。このちょっとふざけたモームスに中野アナは、続いてスキー場から。私人生初のスキーです。人生初なだけにうまく滑れないと思いきや、あっという間に上達してしまったスポーツ万能な大島アナ。そして同期のこの人、ショーのアナもスキーに挑戦。大島アナのようにうまく滑れるかな。力が入んない足に。やばい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 やっぱりスキーは無理。じゃあこのボードはどう？Oh!